お疲れ様です。お疲れ様です。今回もあの前回の S9i Pro のフィーリングについて迫ってお聞きしましたけど、あの来期そのアイコンビンディングっていう新設される金具以外にも、あの新しいそのラインナップのスキーが発売されるってことは見聞きしましたし、一回ちょっと僕も乗らせていただいたんですけど。あ、乗ったんですか。はい、オーンズでちょっと実は乗る機会がございまして。そそそそいいターンできたんでしょうね、菅さん。上手くなったからね。あの菅さんにあのすっげえ上から上手くなったねって言っていただいたんで、日々勉強させていただきますけど。いや、でもそんな中であの僕もちょっと試乗会のお手伝いとか少しさせていただいてたんで、結構やっぱユーザーの評価が高かったスキーがあって、それがあのこちらのあれですね。はい、来期新しいプリン Q9i、レッドスター Q9i、 いわゆる今までは X9i のワイドボディっていうので出してたものなんですけど、はい、それの後継機種には当たるんですけど、もう本当、まあ、僕らが言うのも嘘くさいですけど、全く新しいオールコンディションスキーっていうような形で、はいはい、まあ、ちょっとやっぱりワイドボディってあの安定感とかっていう風にセンター幅がね広くて 75mm だったので、はい、少し安定感とか、どこでも乗れるっていうような売りだったと思うんですけど、はい、まあ、ちょっともたもたするというか、センター幅太い分だけ切り返しも少しまったりしてる印象があったんだけど、はい、これはね限りなくないです。で、超スポーティー、超って言ったらまた語弊があるんだけど、スポーティーなのに安全安心、はいはい、すごくあのいいとこ取りを詰め込んだモデル、本当今季一押しかなと思います。そうですね、嘘くさいでしょう。いやいやいや、嘘くさいと思うけど本当にそれぐらいな。あの今までのワイドボディって正直あの楽とか安定感しか言えなかったんですね、はいはい、あのただ実際にこういう S9i みたいなスキーみたいな乗り心地があるかって言われたら、そこまで素早さがなかったりとか、うん、キレもないないないって言ったらおかしいけどダメかもしれないですけど、あんまりやっぱそこを推しにはできなかったんですけど、うん、これはそれもあります。キレがちゃんとあるワイドボディです。すごいですよね。しかもそれあのベンドそんなない、そうあのノーベンドに近いような、ゼロキャンバーって、ゼロキャンバーってですね、ごめんなさい。普通のスキーは合わせるといわゆるそのビンディングマウントされているところはこう膨らんでるというか、ここが隙間がある、こういう形になるんですよね、はい、これちょっと片方ないんであれなんですけど、はい、イメージはこうやってぴったりここは隙間がないのがこの Q になります。ゼロキャンバー、ゼロキャンバーっていうのが特徴で、ただそれだとやっぱり、まあ、安定感とか安心感しか言えないと思うんだけど、まずね、あのいろんな3つぐらいかな、その印象としては、まあ、レゴショックでしょ、はい、レゴショックでこの振動吸収があるからこそ、まあ、スキーが柔らかいとか薄いスキーってどうしてもねじれが強く出すぎたりとか、はい、まあ、振動数が増えてくるんだけど、はい、それを抑えることでまずは静かに進むスキー、はい、うん、進んでいくスキーになってきます。プラス、アトミックのウルトラウォールっていうサイドウォール、はい、ここですね。この形状でやっぱりグリップ力とたわみの両立っていうのができてます。デュラキャップって言われてるんだけど、センター部分はサンドイッチ構造で、トップとテールに関しては、キャップ構造っていうふうに2つの構造を入れてることで、まあ、エッジグリップと本当さっき言ったたわみの反力っていうのを引き出してます。で、特徴的なのはもう今までと違うのはこのノーズの部分の形が、まあ、丸から少し四角くなったと思うんですかね、はいはい、これにすることで接地面、角を立てた時の接地面が増えたんです。なので、まあ、あのかかりがやっぱり良くなるので、前までなかった、ワイドボディになかった、まあ、先端からのキャッチとかっていうのがありつつ、レボショックで静かに進んでいく、でゼロキャンバーだからあんまり返りはなくて足元に置いてきやすい、もうまあいいとこ取りですよね、本当にね。ネットショッピングみたいな。
まあ、選手の方々は、うん、もちろんパフォーマンス出すスキーで使ってるんであれだと思うんですけど、うんうんうん、まあ、例えばですよ、プライベートで普通に滑るときどれ欲しいって言うと、いやこれ、いやそうですよね、ゲレンデでピステンの中で、何でも遊びたいって言ったらやっぱこれかな、はい、今ちょっと今日あの160だけど168センチで、はい、まあ、何でもやっていきたいかなっていう、そうですよね、あ、まあ、いわゆるそのそうだし、ズレも綺麗もだし、その僕もちょっとその試乗会のお手伝い何回かした時に、春ってやっぱり雪が不安定で、うん、よしあし結構分かんないスキーも多いじゃないですか、細ちょっと足元細いスキーとか、これに関してはね、めちゃめちゃ悪く言った人多分一人もいなかったですね、うん、やっぱり良さはその春の雪とかは沈む雪だったり、ちょっとこう逃げる雪に対してワイドな設計はやっぱり浮力が出るんですごくいいんですよ、はい、ただそれだけだといつも通りのワイドなんだけど、うん、本当にハイシーズン僕らも乗ったんだよね、うん、あの乗った時にあの結構なハードバーンな人工降雪機のところのハードバーンとかでしっかりやっぱグリップ効くし、うん、あの逃げない、うん、逃げないでなおかつ簡単に進んでいく、うん、力を込めて進ませるスキーとかその後って必ずバウンドが出たりとか、はい、返りが出てくるので、はい、やっぱり自分自身もどん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 ついていかなきゃいけないんですけど、はい、まあ、それが限りなく少ない中でいいターン描いてくれるので極力疲れずにやっぱりスポーティーな印象で進んでいけるかな、うん、ただまあ墨分けとしてね、やっぱ検定とかも目指すときは、はい、S9i とかの方がやっぱりこう鋭いスキーにはもちろんなる、その設計的にもそうだし、はい、ラディウス的にもそうなんだけど、はい、やっぱり体の負荷ももちろん出てくるんだけど、それが極力ない状態で遊んでいけるのがこのスキーなので、はい、まあ、本当ゲレンデクルージングをメインにしている方とか、まあ、1日は雪質が変わるスキー場の人たち、北海道は少ないと思うんですけど、結構本州行くとね、朝方バッチリ決まってて後半からちょっと崩れていくとかっていうところもあると思うんですけど、まあ、スキーインストラクターの方とかめちゃくちゃおすすめですよね、うん、1台あったら困んないね、1台あったら、うん、そうですよね、片岡さんも乗った感じはどうだったですか。僕はアサリのテストドライブの時にはいはい、お客さんに混じって、こっそり乗ったんこっそりであの正直にあの正直に、ね、はい、グリップ感はこの辺のスキーよりも食いつきは強いと思う、うん、だからその雪面からで、しかもゼロキャンバーだから雪面から離れるとかっていう感じもないし、はいはい、ビタビタ張り付きながら、はい、ほんのちょっとの角付けのきっかけの操作だけあればかなりしっかりめのグリップのカーディングダウンできるし、まあそれこそちょっと荒れてきた午後の少しこうみんなのカービングのシュプールがつくような北海道の雪でもバタバタしない、うん、ワイドボディのいいところがちゃんと発揮されるし、まあ、シチュエーションシチュエーションでこう搭載されてる機能がちゃんと生きる、うん、あの硬いところだったらちゃんとウルトラウォールが生きるし、まあ、トップの形状が生きるし、アクセスになったら幅が広いのが生きるし、ボコボコしてたらレブショックが生きるし、だからこうで全部がこうじゃんけんのグーチョキパーみたいな、はい、いいところでちゃんといい手を出してくれるみたいな感じはあります、はい、なんかそのどれかが邪魔してるとかそういうのが全くない好きかなっていう感じですね。まあ、前回の時もお話しましたけど、多分これからそのなんか早期の予約会とか皆さん回られると思うんですけど、なんだかんだ結構一番人気に なったりしないかなっていうぐらい、いや、あとはお客さん、まあ、皆さんがどう思うかにもよりますけど、はい、まあ、僕らの選手も含めたアトミックのチームの中では多分ゲレンデクルージングナンバーワン好きですね、これだねっていうふうに、あのそっちのプロとか S とかじゃなくて、うん、はいはい、Q がナンバーワンじゃないかっていう、いや、なんか上手くなった気しますもん、それやったらなんか、なっちゃいました。なっちゃいました。マジで買おうかなと思って。いや本当に1台あったら困んなく、はいはいはい、こと足りる。そうっすよね。全てがこと足りる感じのスキーにはなってるんじゃないかなと思います。はいはい、いやありがとうございます。まあ、この辺もね、また会場で皆さんね、早期のどこかの会場でお会いして直接聞きたい方はスケジュール合わせて。お二人にフィーリング聞きに来ていただいてもいいんですけど、まあ、クルージング系ね、
特にその検定のご志向とかではない方はこれ一本持っとけばどうにかなっちゃうんじゃないかなっていう。あ、本当そうですね。そうですよね。ちょっと繰り返しになりますけど、とりあえずスキー楽しいなって思う方とか、はい、あんまりこう一本にこだわんない、はい、一本にこだわんないっていうか、そのスキーの特徴にこだわらない人、はい、迷ったら間違いなくこれを選んでもらえれば問題ないかなと。ありがとうございます。楽しいと思います。今季実は一押しスキーっていうのは今年に関して言うとこの9-9-9-9ですね、はい、ありがとうございました。またちょっと次回は S のシリーズとかちょっと一部リニューアルしたっていうのを伺ってるんで、はい、その辺を伺えればなと思います、はい、また本州もねトレーニングキャラバンの日程とか決定してると思うんで、それ概要欄とかこちらに貼っときますんで、はい、ぜひ今後もご参加いただければと思います、はい、今日もありがとうございました。